大臣、竹内すくね月岡義都氏が区下たちは、古代日本で行われていた、神明裁判のこと。ある人の是非、聖者を判断するための呪術的な裁判法である。区下たち、受け入とも書く。対象となる者に、神に潔白などを誓わせた後、区下たちをというかまで沸かした熱湯の中に手を入れさせ、正しい者は火けどせず、罪のある者は大火けどを負うとされる。 毒蛇を入れた壺に手を入れさせ、正しいものは無事である、という様式もある。あらかじめ結果を神に示した上で行為を行い、その結果によって判断するということで、受けの一種である。王神天皇9年4月上に、竹内すくねが、弟の天見ないすくねの残言を受けて殺されそうになり、竹内すくねは潔白を主張したので、天皇は二人に、 磯白川で区形をさせた後の記事がある。林業天皇4年9月上には上下の秩序が乱れて昔の生を失ったりわざと高い死を名乗る者も出てきた。それを正すために天かしの宮で区形を行ったという記事がある。各自が木浴再開し木綿のたすきをつけて区形を行いまさしく生を名乗っている者は何ともなく。 偽りの性を名乗っている者は皆、やけどをしたので、後に続く者の中で偽っている者は、恐れて、先に進めなかったので、聖者がすぐに分かったとある。この城の中勤には、泥を釜に入れて煮沸し、手を入れて、泥を探るという具体的な手順が書かれている。携帯天皇24年9月上には、和国から美魔なに派遣された大御神家の,の下に、美魔な人と和人の間に、 子供の貴族をめぐる争いが発生した際、裁定ができなかったケノが、受け、すなわち区たちによって、判断を下そうとしたところ、やけどを負って死ぬ者が多かったとされる。この話は、大見神家ノの失勢と、暴虐ぶりを示す話とされている。区下たちの記録はこれから900年の間存在しない。記録に見えなかった時期に、区下たちによる裁判は行われなかったのか。 それとも、水面下で続いていたかどうかは、はっきりしない。しかし、室町時代の応援年間になると、再び記録に現れるようになる。この時代には、雪将という名で呼ばれた。特に、足利義則は、政治的裁判にしばしば区形を用いた。しかし、その後再び記録から消滅する。天かしの座神社で、区形の真似を見る区形。ありがとうございます。